あれは、おととしの記録的猛暑が途絶えた8月のある日。家でくつろいでいたんですよね。すると、夜遅く、大阪に仕事で出張していたかみさんが帰ってきたんですよ。ああ、おかえり、大変だったね、なんて言うと、お腹空いてないなんて言うもんだから、ああ、ちょっくら小腹が空いてるな、なんて言うと、ドン 目の前に、長細い箱の土産を置いてきたんです。あれ、びっくりしちゃったな。やだな。怖いな。これ何なのかななんて、恐る恐る、そーっと、その箱の蓋を開けてみる。いーイッうっすると、中から、豚まんが出てきたんですよね。 あら豚まんか早く食べないと傷んじゃうから、いただきますなんて言おうと思ったら、うんちょっと待ってって言って、それ持ってっちゃうんですよね。どうするのかななんて見てると、小皿にお水引いてるんですよ。その上に割り箸を並べてる。あれなんてことしてるんだろうなーなんて思って見ていると、その豚まん、水ジャーって垂らして、ちょっと表面濡らしてるんですよね。 あれ、なんだかやだな。怖いな怖いな。ワイルドだな。反町隆史だってそんなことしないよ。なんて思いながら見ていると、その豚まんその箸の上にそーっと置いて、サランラップをぐるーぐるーぐるーっと巻いて、レンジに入れちゃったんですよね。一分ぐらいすると、ピーピーピーっとなって、ふたぎーっと開けて、その豚まん私に差し出してきたんですよね。 これつけて食べてって言って、付属なのか何なのか、ポン酢を出してきたんですよね。その時私ピーンと思っちゃった。あれ豚まんにポン酢なんて合うのかな合わないよな合うのかな合わないよな合うのかな合わないよな合うのかな,合わな,な,合,のかな合わないのかななて思いながら、ひとまずちょっとつけて一口頬張る。 合うんですよ。合うんですよ。合うんですよ。合うな、合うな。衣の部分にさっぱりポン酢が染み込んで、合うな、合うな。運命的な出会いだな。合うな、合うな。美味しいななんて気がつくと。目の前にはもう、何も残ってなかったんですよね。それ、五五一。 来来の豚まんだったんですポン酢は期間限定なんです美味しかった